ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアのプーチン大統領との会談を要求するとともに停戦のための合意案は国民投票によって決定される必要があるとの考えを示しましたウクライナの公共放送のインタビューに対しゼレンスキー大統領は戦争終結のためにはロシアのプーチン大統領との会談が不可欠と述べ改めて首脳会談を要求しましたその上でゼレンスキー大統領は 首脳会談の場でクリミアを含むロシアが占領した地域の問題について提起する用意があるとする一方ロシアとの合意案は最終的に国民投票によって決定されるべきだとの考えも示しました。